会社を起業して従業員ファーストの会社を作ってきましたが、最近になってトップダウンや宗教の社長がいる会社の方が効率よく成長している気がします。えー、どう思いますかということなんですが、これは実は従業員によります。はい。あのリーダーが、その強権的な俺についてこいみたいなリーダーと、なんかこうリーン系というか、なんか従業員ファーストで、こうみんなに色々自分で考えさせてあげると、あんまり出しゃばらないリーダー、どっちの方がうまくいくかってことを調べたら、それ従業員によるってことが分かったんですよ。やる気がない従業員が多い場合は、俺についてこいみたいな感じの強 表現的な社長の方がうまく言いまくいす一方で優秀な人材が勝手に集まってくるようなそういう会社の場合は社長が出張るよりもいやちょっと俺はねってもうみんなのねこうやってこうやってやってみたいのでいざっていう時はちょっと頼りが上がるんだけどあんま口出さないというリーダーの方がみんなが勝手に考えて社長のために自分たちが頑張らないとって団結するのでその方がいいってことが分かってるんですよだからあの従業員さんを見てもらってやる気がない従業員とかだった場合はあの例えばあれですよあ,のあんまりやる気がないんだけど時給だけもらえればいいみたいななんか休めの飲食店のバイトみたいなの と思ったら、ちょっと飲食店のオラオラ系の経営者みたいな人の方が向いてます。はい、だから、そういうそのまとめる。そのグループによって全然変わってくると思います。